もうあげました。<laughs> こんにちは。こんばんは。こんにちは。はい、こん、こんにちは。こんばんは。こんばんはかな。こんばんは。ああ。<laughs> はい。あの今日はね。朝じゃなくて。今日は今からの時間で。 今日ははいこんにちはこんばんはケンちゃんハートありがとうございますだいまえさんキラキラのだるまありがとうございます18時くらいからこんばんはのイメージあーなるほど使い分けね難しいですよねレドンさんレインボースターありがとうございますなんかねアミは 小さい頃に正午12時あのお昼の12時ぴったりになったらなんか土日にねお家にいたらね家の中で窓を閉めて「正午」って叫んでました正午になったよっていうのをね体感体感するってなんでなんで言うんですかねなんか叫んでました12時ぴったりで <laughs> やばいですよね 夏とかっちゃよくんんでましたなんか季節関係ないと思うんですけど多分そういうのってでもなぜかね夏の土日よく叫んでました小型拓也さんハートありがとうございますコスムライトさんだるまありがとうございますコジイさんだるまありがとうございますトッシーさんだるまありがとうございますおっきいさんハートありがとうございます コスモライトさん誰も100個ありがとうございます。こっちーさん誰もありがとうございます。奥村さん、キラキラの誰もありがとうございます。おっきいさんハート100個ありがとうございます。日曜日、久々に会えるてみくちゃんありがとうございます。そう、もうライブも明後日明後日かな。そうとかになってきてもうすごいね。やばいですね。緊張しますねけど。 ミは本番の日のリハーサルが一番緊張するのでなんかね今はまだ緊張してるんですけど緊張っていうか楽しみっていう方が勝ってます SIC さんキラキラのだるまありがとうございますポッポちゃんキラキラのだるまありがとうございます ストレスはさん、確かにねまあ、迷惑にはならないからさ一応正午っていうのを知らせてるお知らせお知らせなのでね鉄ガネさんペンライトありがとうございますちゃんと窓閉めてますよドアをねその閉めて叫んでますヤトさんだるまありがとうございますコスモライトさん花束ありがとうございます やっこさんハートキラキラのハートありがとうございますサンキューピーエムさんキラキラのだるまありがとうございますマッツーさんキラキラのハートありがとうございます SIC さんハートありがとうございますももくまのうちさんハートありがとうございますこの子この配信終わったら発見してくるやってありがとうございます死後忘れてお妻さんお疲れ様ですお疲れ様です星に強いタイプですかって。 なんかショールームってなんかその言葉なんて言うんですか話の内容の大事なところが消えちゃうから分かんないですね昨日はさんまの塩焼き食べたいっておーもう秋って感じですね食べ物が「あんちゃんだるもありがとうございます」「めがねさんバラありがとうございます」「羽田会場」って「ケンさんそうだね今日は」 羽田でライブがあるので皆さんあの行ってる方はぜひ楽しんでくださいはいはいもうねめっちゃ楽しみなんですよほんまになのでぜひ皆さん見に来てくださいこんにちはピロピロさんハートありがとうございますアーニャさんキラキラのだるまありがとうございますあみちゃんの正午時計欲しいわってえぜひ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 正午になったらお知らせします 皆さんの元にいてモモクマノウチさんハートありがとうございますナチュラルさんハートありがとうございますテッチャンハートが3つのやつありがとうございます小妻さんキラキラのだるまありがとうございます小妻さんハートありがとうございますモウチさん可愛い,いありがとうございます握手会看板無当そう皆さん聞いてください 拍手会完売しましたみなさんありがとうございます握手会もね社名会も完売してめっちゃ嬉しいですほんまに、うん、ありがとうございますみなさんぜひ雨にね忘れないで会いに来てください小 <laughs> まさんハートありがとうございますケんさんキラキラのだるまありがとうございますひろゆきさんキラキラのだるまありがとうございます 昨日からちょっっっと涼しくなったねってね、てなんか昨日からからわんないんですけどでも中身は昨日はちょっと蒸し暑い気がしましたなんかちょっと前からなんか夏っていう暑さじゃなくてもうすぐ夏が始まるかもうすぐ夏が終わる何て言うんですか夏の真夏ではなくて夏の入り始めらへんの暑さになってきてるなと思いますまきまきちゃんハートありがとうございます リンゴヘアってどうなんだろうなんかねあの握手会前の握手会の時にこういう髪型したんですけどその時はあの前髪があったんですよでも今日はもう前髪も上げているのでね、まあ、短い前髪があるんですけどなのでちょっともう分かんない何ヘアかも何やろうアミはユニコーンヘアだと思ってます勝手にこんな感じ <ほ>ら <laughs> 顔がちょっと長いのでこの子はユニコーンですよねリンゴはここも前髪があるかなわからん勝手にナチュラルさんハート3つのやつありがとうございますケンちゃんキラキラのだる、まありがとうございますまきまきちゃんハートありがとうございます昨日はね本当に もう足が取れるかと思うぐらい踊ってきたんですよ。本当に足取れましたっていうぐらいもうほんまにやばかったです。踊りまくってました昨日。皆さんなんかさ歩き過ぎた日とかにさなる,なる感じなんですよもうなんか歩いてるうちに「あ足取れ,取れるかもしれ」みたいな感じになってました昨日。 終年の夜公演の座席よくも悪くもって感じだけどうちは振りまくるのでありがとうございます探しますまきまきちゃんハートありがとうございます大阪しか配信ないのはつらすぎるよねほんとに雨も見たいんですけど見れなくってめっちゃ悲しいですなんかこれが落ちる落ちそうな気がしました アミも配信でね、見たいんですけど、見れなくて、めっちゃ悲しいですね。ルドンさん、キラキラのダルマン、ありがとうございます。周年ライブは昼夜カメ子でアミちゃん通るので、ありがとうございます。コスモライトさん、楽しみに待ってます。まきまきちゃんハート100個、ありがとうございます。ありがとうございます。去年はメンバーの声の入った目覚ましあったね。え すごいそんなんあったんですね。ルドンさんキラキラのだるまありがとうございます。ひまひまくんキラキラのだるまありがとうございます。またルドンさんキラキラのだるまありがとうございます。多分今ハート下だね。アーニャさんハートありがとうございます。落書き乾杯うれしいマキマキちゃんほんまに。あくさんありがとうございます。みなさんもありがとうございます。 いつも正午にに目覚ましかかけてるから代わりに使えそう、うん12時に起きてるんですねベルマさんはたくさんの人が来てくれるといいね本当に皆さん忘れないでください <laughs> ナチュラルサンダルもありがとうございます次の受付でウが増えてたらいいねね本当に皆さんたくさんアミ会いに来てください <laughs> 待ってます ハミはねおうちにね動物系のねぬいぐるみが多くて特にねやっぱりハミはね夢の国が好きなので夢の国のぬいぐるみが多いんですけどショールームでは残念ながら映すことができないのでみんなお留守番ですモンチさんハートありがとうございますまきまきちゃんハートありがとうございます全部羽田雨やばいえ 雨降ってるんですねでも確かに大阪も雨がね降りそうな感じの天気だったんですけどん皆さん気をつけてください濡れちゃわないようにモーチーさんハートありがとうございますマキマキちゃんハートありがとうございます毎度邪魔すんでやって邪魔するなら帰ってって言ってます 僕は明日の公演教でもアミタン出てないから寂しいそれと13周年コンサート当たらなかったってあらじゃあぜひ配信あるんかな大阪やからあるかないかな多分13周年ある,ある気がするんですけどあったらぜひ見てくださいこの子はバトンの世界大会でね売ってる子なんですけどなんかねクマとか他にもいろいろ売ってるんですけどこれは日本の子じゃなくてどこの国だったかな なんか違う国の子なんですけどなんか先生が行ってた時にぬいぐるみを買っっててててきてくれたんですねお土産に行っててその時になんかクマとかなんかね亜美ともう一人の子にぬいぐるみを買ってきてくれたんですけどあ,あともう一人いたかな 3, 3匹おったんですけどクマ茶色いクマとねレインボーのユニコーンとあと何かがいたんですけどその時に先生が選んで。 買っっててきてくださったんでですねでなんでなんかアミはユニコーンもらいましたかわいいなんかねカラフルな感じが似合うよって言われてもらいましたたくさん表現してねって言ってもらいましたユニコーンは色がたくさんあるからその演技中にもたくさん表現して。 たくさんの色を出してねみたいな感じでもらいましたはい慎太郎さんキラキラのだるまありがとうございます今年の夏はあみたんといろんなもので作って楽しかったあみも楽しかったです新しいキャラクターが出てきたねそうでね首にこれ反転になってるかもしれないんですけど「とわら」って書いてるんですよバトン バトントワリングでバトンをしてる人をバトントワラーっていうのでねトワラーって書いてるユニコーンに名前ある絵でないんですよそれが昨日は堀しおんちゃん卒業発表したねそうめっちゃ寂しい本当に寂しいです執念でたくさんお写真とか撮れるように撮り,撮りたいですたくさん みたいな配信を見るると心が浄化されるんだってありがとうございます嬉しい。たくさんあの「疲れとか取りますよ」待ってさっきからむって取れかけるんですよなんかねファンの方にこれをつける時にね普通にテープで留めてたからなんか壁に一回マスキングテープを貼っていかれるといいよって言われてやったらほんまにちょっと取れにくくなりましたナチュラルさん誰もありがとうございます。 てっちゃん、だるま、ありがとうございます。てっちゃんハート、ありがとうございます。まきまきちゃんハート、ありがとうございます。昔、2 0キロメートル歩いた後に仕事したことがあるやって、え。すご。あ、2 0キロも歩いたことないと思いますよ。1日に。あ、み、多分、1日1キロぐらいじゃない、歩いてるのはいつも。 そんなことはないかえ、でもそれぐらいですよね多分みんなともみさんハートありがとうございますてっちゃんキラキラ誰もありがとうございます大阪も雨やってえ、降ってきたんですねさっきはね、降ってなかったんだけどでも昨日は結構レッスン中に雷がゴロ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 っててあきら先生が おい、今お腹なったの誰やって言ってみそにゃんが爆笑して「おあいつツボったあいつツボった」ってずっと言ってました <laughs> でみんなで爆笑してました「この前タンポポの決心で下上がらなかったよね」ってほんまにそうなんです怖い理由はちょっと怖くてもううんうんこそさんハートありがとうございます ももりんさんキラキラのだるまありがとうございますコスムライトさんハート100個ありがとうございますまたライブ終わったらルーム最新やってるんでオッケーやりますちょっと待っててくださいねまきまきちゃんハートありがとうございますナチュラルさんだるまありがとうございます ユニコーンめっちゃ目ばっちりしてるな確かに目がねキラキラしてるんですよかわいいこんにちはコスモラタさんレインボースターありがとうございますモもリンさんキラキラのだるまありがとうございますてっちゃんキラキラのハートありがとうございますランディさんろうそくありがとうございますあみだのしゃめかいマークしかいもたたからめっちゃ楽しみやでリンゴちゃんありがとうございます 涙は,はぬいぐるみ名前付けんはなやねああんか結構簡単につけちゃうんですよ例えば夢の国のダーフィーフレンズのジェラトーニーってキャラクターがいるんですけどその子はジェラちゃんとかステラルーちゃんとかやったらルーちゃんとかあとはあのプーさんとかやったらプーちゃんとかピグレットだったらピグちゃんとかもなんか普通なんか本当のそのキャラクターとして名前の一部を取ってくるって感じですだから こういうもともとキャラクターに名前がない子はユニコーンって感じです名前つきへんけどこの子だけはつけてるパンちゃんヤッホーこんにちは仕事ちょっとだけこっそり抜けてきたってもじさんありがとうございます火にして見ないといけないですね今日からのペア配信はどちらかの赤でやるのそれともそれぞれの赤でやるのあ 多分どっちものアカウントでやると思いますはいなので皆さんぜひ見てくださいまちさんキラキラのだるまありがとうございますこんにちは51日連続配信 みんた学校はそんな遠くないんやなってなんでやろう家の前に学校あるの笑わらわらってきてるなんであ1キロしか歩いてないってやってるから1キロってだって1 0 0 0ルですよね1 0 0 0ルって結構じゃないですかだって人を人を1000回分歩くってことですよね人を1 0 0 0ル登るってことですよねえっどれぐらい歩くんやろ皆さん わかんないですね人をだって千人の人を登っていくってことですよ結構歩いてそうだけど1 0ロぐらいかなじゃあハ <coughs> ミタンがバトンの朝9時から夜9時まで練習してた時より辛いやってなんかいや全 全楽しいですもう本当に全然楽しいです疲れるんですけどなんかその自力で歩いて帰れるつつ疲れ度なんですよ楽しいからけどバトンの時は楽しいんですけども本当にあのクーラーも効かない部屋でやってるので体育館なのでなのでもう何て言うんですかね本当にいつも死にかけで帰ってる感じだったのでもう喋れないぐらい はーってなって書いてたのでもう今は全然元気ですよはいパトの時はなんか体育館の移動とかもあるからその,その同じ場所で体育館を取ったりかでき予約したりができないので初めはここの体育館でやってそこからここに移動してここに移動するとかその移動とかがやっぱりしんどくってそのはいなのでね大変でした ややざやざちゃんはじめましてこんにちは仕事終わりで配信間に合った嬉しいあんなちゃんお疲れ様ですあきらあきらサッカーサッカーラブさんハートありがとうございますまふみさんキラキラのだるまありがとうございますまきまきちゃんハートありがとうございます 名前を知ったんそうなんですよぜひ皆さんこれもゲットしてください。なんかねなんかポーズを全部ね違うふうにできたのでよかったなと思ったんですけど生写真を見てちょっと一つアミがねもうちょっとやりたいなと思ったことがなんかねいっつもなんかいいって笑っちゃうんですよいいって笑ったやつの写真が多いんですねアミだかからなんかもうちょっと いろんな笑い方ができるようになりたいですねマキマキちゃんハートありがとうございますアンナちゃんかわいいありがとうございますコ野さんハートありがとうございます28日来ないけないからまた10月で待ってますアンナちゃんハートありがとうございます 2人とも毎日配信それですごいね頑張ってます「ラヴィット!」さんはじめましてーうんともたんさんハートありがとうございますなみたん独特の計算方法よねってやっぱおかしいんですかね千人の人を登っていくって考えるのは。 いっつもそう考えてたんですよね。今日は3キロ歩いたってことは約3,000人の人が寝転がった時の分を歩いてると思ったらすごいなと思ってますいつも。例えばですじゃあ車ってすごいですよねいろんなとこ行けるじゃないですか。いは10分歩いたら大体 1km で終わりたい。 じゃあ1日に1キロはないかさすがにさすがにないですね1 0 0ぐらいですか1 0 0もあも歩からへんか9 0キロぐらいは歩くんのかなでも2 0キロ歩いてからお仕事行ったっていうのもすごいから1 0ロぐらいですか1日長吉さんラインボースターありがとうございますトモタンさんハートありがとうございます マッチさんキラキラのハートありがとうございます喉の調子はもう大丈夫ってアミはねもう大丈夫ですでも席がねなんか何ですかちょっとちょっと残ってますこんにちはアミちゃんは笑い方一種なのねってなんか一種類なんか笑い方がたくさんあるんですけどその生野心で。 あの,あの,あのオフィシャルの撮影で使われる写真がそのいいって笑ったやつばっかりなんですよなぜかだから他の笑い方も採用されるように可愛く笑いますはいもちさんハートありがとうございますこんにちは 南波駅から劇場まで3 0 0ルくらいあるようになってへえー、そうなんですね1 0トル歩くのにだいたい2時間半かかるようやってへえー、じゃあ1キロ1 0分ってすごいですねあでもそれぐらいするんですかねうんそうなんですね ちょっと一回測ってみたいな一日に何歩歩いたかみたいな雨はねアプリが入っているんですけど見ないので結局わかんないんですまた来るなみたんまだねやってりんごちゃんまたねハイデはいでさんはいひでさんひでさんかひでさんキラキラなハートありがとうございます オフィシャルの写真って自分で選べるのよねアミダンこっちのが釣り良かったのにってことないあ、ありますありますそういうことですなんかその他の写真を撮ってもなぜかいつもこうやってやるとするんですか1個目が出てて自分はこっちを選んで欲しかったのになんかいいって笑ってる方選ばれちゃうんですよだからあのいろんな顔を採用してもらえるように頑張ります <laughs> <laughs> 皆さん10月1日にあるオータムフェスティバル来てくださる方いますかなんかショールームのイベントがあったんですけどそれでポイントでなんかグループ分けされててかなんかそのポイントが高かったチームが出られるなんですかイベントなんですけどそれに出られることになったので是非皆さん。 あ、行来てないうん <laughs> もちろん行くよってありがとうございますどこであるの神戸だって神戸だと思います神戸大多フェスティバルって出るから多分神戸のはずです昨日発見時はみたいなカメハメハを思い出しながら発見したでありがとうございます嬉しいそうぜひ皆さん見に来てください 行こうと思ってるけど詳細が分分かってないですね多分詳細まだ出てないんじゃないかな出てるんかな亜もねあんまり詳細知らないんですよね。もともと予定入ってていけなくてめっちゃ悲しいだってじゃあね別のイベントで是非会いに来てくださいはいなんか なんやっけ忘れたな,な,なんか言おうと思ってたんですけど忘れたなんだっけ忘れたサイトでタイムテーブルが載ってたような気がするあっタイムテーブルは載ってたよね確かにけどなんかどこの枠に出るかが分かんなくてその多分ね NMB48 っていうところがあったのでそこに出るのかなって感じなんですけど ただなんかショールームってところまでショールームイベントであのーパイントが高かったあれだからちょっとよく分かなくってヤミたちもはい <coughs> それではそろそろね壇上をやっていきたいと思いますルドンさんのこのニャンニャンが喜んでニャンニャンかなこれ何これキツネ いや、猫ですよね猫が喜んでるやつ描きます確か上位3チームが出れるんだったよねそうなんですよすごいです皆さんありがとうございましたそうということで描きたいと思いますルドンさんのこのアバターを描きますうん なんか図工で自分の手を描くっていうね時間があって描きました亜はこういう写し絵は得意なんですけど得意っていうか得意になったんですけど全然その普通の絵は得意じゃないのでめっちゃ大変でしたけど頑張りました そしたらね自分が思ってたよりはうまく書けましたよなんか指紋とかまで書かないといけなくてめっちゃ難しかったですまあって難しいおっきい。OK できたあとは今からね顔の中を描いていきますあこれ柴犬かなもしかしたら柴犬な気がしてきたこの眉毛の形が猫じゃないない気がするな。 図工美術ではなくてあ美術かそうだなんか小学校の頃の算数とか社会とか言っちゃうんですよねそうできましたよじゃじゃんじゃじゃかじゃんキラ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 ちょっとここが反射しちゃうからキラ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 はいはい多分いきます チーズうんうんうんオッケーありがとうございましたはいはいそれではねランキングをやみたいと思います13位あんなちゃんありがとうございます12位おずまさんありがとうございます11位ベリマエさんありがとうございます10位長吉さんありがとうございます 9位マジさんありがとうございます8位トッシーさんありがとうございます7位てっちゃんありがとうございます6位まきまきちゃんありがとうございます5位てつめがねさんありがとうございます4位奥村さんありがとうございます3位ランディさんありがとうございます2位コスモラダさんありがとうございます1位はドコ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 ド はいということで明日はちょっと本当にあの予定がその日の夜にならなきゃわかんなくって朝からできるか夕方になるかちょっとリハの時間とかで変わってきちゃうので多分朝にできるかなって感じなんですけどまた予定が分かり次第あの予約入れておくのでぜひ確認してくださいお願いしますはいひまひまくんキラキラのんだありがとうございます マットジャックリロイさん誰もありがとうございますはいなので仕事中だけど元気もあってなっあ、こじさんお仕事頑張ってくださいじゃあ終わりたいと思います皆さん今日あの本当に急な急な予約になっちゃったんですけど見に来てくださってありがとうございましたではまた明日お会いしましょううんじゃあ,あ元気満タンにしておきますねカ面ハメはぁ はいじゃあ残りの一日も一緒に頑張りましょうということで、えっと、また明日お会いしましょうありがとうございましたバイバイ